ドローンで草津をしたらすごい絶景でした、はいはい、めっちゃ絶景だよ ね断崖絶壁になってて、うん、ここはすごいとこですね。ねえ、なんか関東の沖縄って言われてるらしいですよ。おおということで綺麗な海見れましたね。はい、じゃあさらにちょっと移動してみましょうか。はい、はい、夕日を見に行きたいと思います。はい、はい、続いてここどこでしょう。はい、南房総市にある原岡桟橋に来ました、はい、この後ろの桟橋ね。はい、うん、こちら晴れてると後ろに富士山も見えるみたいです、はいはい、おお、夕日のスポットなので、うん、ちょっと見てみたいと思います。ちょうど日が傾いてますから ね、はい、じゃあちょっと見てみましょう。はい、ということで、ということで日も暮れましたけど、はい、うん、いかがでした？はい、夕日がねとっても綺麗でした。ですね。そして今後ろにねシルエットで、はいはい、富士山が見えます。若干ですかね、向こうに見えますね。はい、ということで今日はね、はい、ちょっと千葉をぐるっと回っていましたけども、はい、いかがでしたか？はい、とても楽しい一日になりました。はいはい、最初にね行った鵜原海水浴場。はいはい、もうダイナミックな景色と綺麗な海に癒されましたし、うん、あそこ本当綺麗だよね、ね、本当にねすごいおすすめです、はい、そしてこちら、はい、原岡桟橋もねの雰囲気があって、うん、とっても素敵ですね。夕日とともにね、うん、シルエットで綺麗ですよね。はい、ということで今日もねいい景色が見れましたので、はい、いい一日になりましたね。はいはい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。